おはようございます。釣り子 TV です。レンタルボート解禁ってことで亀山ダム来てみましたよ。今日はねベイト2本とスピニング1本で真冬の釣りにチャレンジ、あとはこの前紹介したこのモバイルバッテリーをくっつけて電熱ヒーターのダブル電熱ヒーター、これで1月の釣りも怖くないぜっていう、これでね結構あったかに釣りできるんじゃないかなと。もうほんと寒すぎてスロープも凍ってるし、なんか全部凍っちゃってて、でこのフォギってる感じ見てください。この幻想的な景色の中、ちょっと真冬のバス釣りチャレンジしてみたいと思います。朝7時出船します。おー久しぶりだけど運転できてる。これかね、なんか、さっきもうボイルの音とかボイルしてた、聞こえたからね。幻だろ、あれよ、向こう見えないからね。見えないね。真っ白で何も見えません。そうなんです。すごいねこの景色、360度振りたい。おうわすげえなこれは。すごいでしょ、何も見えないよ。うわ青だね。これあれか、あの真っ暗の中で水泳する訓練ってやつか。あのこれホワイトアウトってやつ、ね、ホワイトアウトだって。よしやってみよう。朝一のこの人流しが一番のチャンスだと思うんですけど、みんなあそこの急な坂で、ね、うおーってなって浮いてるやついそうな感じだけどね。下が冷たくなりすぎれば中層チャンスだと思うんですけど、まずいな、釣れないやつか、どこ行くかな。くそ人流し目出なかったか。ここ100往復するだけだからね今日。大丈夫。いや予想はしてる、バッテリー2個もいらなかった。いや大丈夫、ちゃんと走るよ。走るというかまあちゃんもうちょっとやるよ。ちゃんとします。手こぎでいいっす。ちゃんとやります。ナイチングマチコ先生だ。じゃあこれから時北もほぼ見えないけど、時北岬からちょっと振ってるのも分かんないレベル。じゃあ行きますよ。そう、高解凍が必要です。何も見えません。何も見えねえ。これは渡れるのか。霧に巻かれた。これはGPS が欲しいやつね。でも風はなくていいね。風ないからね、風ないからこんなことになってる。まあまあだね。
富津とかだったら乗り棚に気がつかないで突っ込むぐらい危険だ。海だったら本当恐怖だよ。さあ遭難するか、鳥居岬にたどり着けるか。いきなり鳥現れちゃったな、これ。大変危険な状況です。周りを見てください、何も見えません。とても危ない状況だ。マジ？あ、でもなんか幻想的だな、これ。おお、白の中に入ったな。真っ白だ、やばい。真っ白だ、うおー。スーさん、カメラで周りを確認してください。何も見えません。一周回してんのが分かんないレベルだ、これ。本当に回ったのかって感じで。大変危険な状況です。船は一路鳥居岬に向かっております。見えないな、鳥居岬マジどっちだ。うわー危ない、竹食いが、あ、ぼんやり見えた、ぼんやり見えてきた、ぼんやり見えたね。あれは岬の先…あ、鳥居だ、鳥居が見えてきた。なんとか渡り切ることができました。魚じゃない。巨大ウナギ。10って言われるちょっと50円。牛久牛久が簡単だって。あ、牛久簡単派な人だ。牛久でバス行ったことない。
牛久は余裕の人だ、あそこ行けばいくらでも釣れるよみたいな。原さんもその派だから、そっち派だよね。スピニングやってんの。なんか静かにあれも今まさアラママを作ってんのかと思って。俺もアラママ作ってんのかと思った。引退で心が折れてポキンと。上がってくる？上がってくる。木？上がってくる。木だな。バスでしょ。バスじゃないよな。バスじゃないな、これは。ポイントクラッシャー、鈴掛け。原さんでもバーのマスターやっててシュクメルリ知らないのマジやべっす。マジやべっす。シュクメルリ今日覚えて帰ってください。ここダウンショットとかでもワンチャンあると思うんだけどな。魚はいそうな雰囲気がムンムンしてる。あれそのスーさんのコンプレックス俺のじゃない、黒いの。LINE が欲しいから。おかしいんだよな、俺のと全く一緒なんだよ。おかしいんだよな、どう見ても俺の今日見つからなかったコンプレックスと似てんだよな。ワカサギの群れにぶつかってる感じがないな。ついにブラックバスが降下してる。おお、ヘラ。いや、ブラックですよ。見えちゃって。ラヘイか。すぐヘラっていうか。いや、見えちゃって。原さんヘラって言いがちだよね。ブラックじゃないですか、もう。あーマジ釣れねえのか今日やべえな。クソ、昨日ライブインブカレスト見たのにな。マイコあれのオープニングは何回見てもいいよ。あ、ヘラだ。いや、鯉だ。ん？ヘラだ。鯉だ。鯉群れがいます。実際、あれじゃないですか、表の方全部切ってる。とんでもないことが起こる。このクリッタースティック初めてこういうので使ってるけどいいな。野良ネズミスティック子守竿に近い
先端の残り方をしてくれる。そっからそれあげたら移動でいいですか。ダメか。はい、もう上でハゲタカがスーさん死ぬの待ってるよ。旋回して狙われてるよ。もうユーマ染め効果狙うしかねえ。ここで最後の、まあ日陰になってるから杭が立つ条件にはなってると思うんだけど、もう最近お笑い芸人はなんか中山きんに君しか面白くない。でわかんない、ね、筋肉侍だ。来た来た。いや、根がかりだ。上がってくる。上がってきてる。魚だったらやばいぞ。どう引かない。多分枝だよ。ポイントクラッシャーこのその偉い魚がついてんだ。このタコスケがいねえよ。何やってんだよ本当に。もういないベッドはもうあんな全部駆逐だよ。駆逐してやるって。エレン・ウィ・イエーガー34巻、33巻かな。発売記念、発売記念ポイント駆逐、ポイント駆逐してやる。地ならしだったっけ、なんだっけ、うん、なんかそんなのやってた。うん、ダメかな。なんか人もそんな打ってないだろうからワンチャンありそうなんだけどな。静かにライトリグ行ってれば。難しいね。うん、まだね、そんな1月後半はきついけど10日前後まではいい。釣れると思ってたんだけど。え、そんな船虫みたいなのはつけてっから切られちまうんだよ。ダボが。ダボが。ああ、うう、今年は真剣にバスやんないとな。こんなんじゃダメだ。3分。あーマジ丸坊主か。みんな困ったな。まあ1月だもんな。そんなもんだよな。あーダメか。くー、ロスタイム何分？今ね、残り8秒で、うん、ロスタイム。ロスタイム、ちょっと審判。綺麗だったかな、途中結構。今回ロスタイム。ボードが出るはずなんだけど、ロスタイムの時間。まだロスタイム出ません。ロスタイムまだ出てこない。
果たして何分なのか気になるところ。ロスタイム2分ボードが出ました。ボード出た。ロスタイム2分。ロスタイム2分です。ロスタイム2分。ちょ、マジ釣ってください。ロスタイム2分出ました。ロスタイム45秒。さあ日本代表、もう少しでワールドカップへの切符が手に入る。 ここを守りきれば、さあどうなる。今審判が時計見始めて審判が時計を見始めた。いけるのか。みんなで行きたい、ブラジル。10秒。さあどうか。ブーこれラグビー形式だからこれがラストワンプレーだから、ね、上げてくる。あの外出たりしたらもうアウトだ。上げてください、上げてください。帰ります。ここでノーサイドです。ここでノーサイド。いやでも頑張りましたね日本。ありがとうございました。そしてジグに葉っぱ刺さってる。ダメな誘いを最後やり。この綺麗な夕日見に来てるだけだからね。朝の霧だね。ああ。釣る釣らないとかそういう次元で釣りしてるわけじゃないし。